はい、ラモンバイクスのラモン村田です。はい、サイクリスト編集部の松尾修作です。はい、今回はこの辺です。はい、ホイールについてご説明したいなと思います。はい、まずホイールといっても村さん、ホイールっていろんなパーツで構成されてるんですよね。そうですね、簡単に説明して言いますね。これタイヤです。ゴムの部分ですね。このゴムのこの柔らかい部分、空気入ってないんですけど、金属部分、まあ、これ金属なんですけど、この部分がリムです、ね、で、そこから生えているこれ、この棒、これがね、スポークって言います。平らにちょっとね、潰してあるんですよ、空気の抵抗を少なくしてる。で、これは太くて、扁平したタイプのスポークですね。で、こっちは細くて扁平したタイプのスポーク。で、その真ん中にあるここの部分、集まってる部分はハブって言います。まあ、これはあのディスクブレーキのホイール用の、リムブレーキ用、言ってもでも基本的な構造は一緒ですね、スポークにテンションがかかってるんですよ。これ張ってるのがよくわかると思うんですけど、ここの部分にネジがあって、ここですごいこう一本一本テンションをかけてこの円を、ね、出してるんですよ。しっかりね、歪みがないように。ここのスポークテンションが狂っちゃうとこう歪んじゃうんですよね、触れなんて言います、横方向にこう触れちゃうパターンと、回した時に、これが縦に触れてしまう、どっかが一箇所強くなるとそこだけこう引っ張られて、横に引っ張られたり縦に引っ張られたりっていうのが出てしまう。ちゃんとテンションがしっかり張られてれば大丈夫。自分のバイクにちゃんと合ったものを、ちょっと規格がいろいろあるので、ね、フレームに合わせて選んでもらうのが大事になってくるかな。でね、ホイールによってもいろいろキャラクター付けがされていて、まあ、何が大きく違うのかっていうと、一つは、ね、スポークの本数、形。村さん、なんかわたわたしてます。僕が勝手に進めてますけど、はい、これね、全然スポークの本数が違うの分かりますかね。これ、こっちが少ないですよね、こっちが多い。これ何が違うかっていうと、こっちはディスクのブレーキなんで、パワー伝達効率がまあ、ね、高いし、剛性もしっかりあるようなホイールで、まあ、パワー入力した時にしっかり進んでくれるし、よれも少ない。一方で、こっちスポークがじゃあ少ないと何があるかっていうと、こう回った時に空気をこう切り裂いていくんですけど、ここの部分がやっぱ、ね、スポークが多いと空気抵抗になっちゃうんですよね。スポーク減らしていけるかっていうのが空気抵抗の削減に大きく関わってくるんですけど、減らしすぎちゃうと、よれよれなんですよね。スポークの本数を減らす以外にも空気抵抗って減らせるんですよね。で、その一つが、まあ、これちょっと厚いの分かりますか、この部分、外側の高さが違うんですよ。こっちがハイトが高い。なんでかっていうと、外側の部分が回った時に空気を切り裂くスピードが速いわけじゃないですか。で、そこの外側の部分をよりなくしてしまおうということで板状にしてるんですね。そうすると空気抵抗を受けづらいと。ディープリムホイール、まあ、これカーボンなんで少し高価にはなってしまうんですけども、こういったものもあります。で、それのもう少し上をいったものが、僕が紹介してるんですけどこのね、手裏剣みたいな、これバトンホイールって言うんですけど、そのスポークをもう板にしちゃいましたと。まあ、4本しかないので、まあ、厚みはあるんですけども、これも少しね、こうエアロケーションになっていて空気の抜けが良くなるモデルなんですけど、これはまあロードレースには使えません。普段の UCI っていう世界自転車競技連合の、レースには使えないんですけども、まあ、タイムトライアル競技とかトライアスロンとか、まあ、こういったものを使いますね。加減速とかそういったものに対してはやっぱりこういったホイールの方が、まあ、使いやすかったりするので、シチュエーションに合わせて使っていくっていうような感じですかね。エンジンが人間なので、あんまりその強いパワーって出ないわけですよね。入ってきた入力で入ってきた力を1を1のままこう出していこうじゃなくて、ちょっとこう増幅させたり、反発力をうまく使って、少ない力で、まあ、速く長く走れるようにっていうところが、スポークで組んである、ね、ホイールって軸にこう回転する力があった時に、伝達するまでにやっぱりリム側にこのスポークから引っ張る力が伝わって、
リムが動いてでクリンチしてるタイヤが回って路面をかくっていうそこまでの間にですね剛性が高くなりすぎてしまうとキックバックも大きくなる路面から戻ってくる力やあとはこのホイールが回らないようにするこう反発する力が足に戻ってきてしまうというところでいうとしなる、細めのスポークだったりとか全体がこう一回溜めてくれるような、スポークホイールの構造っていうのは自転車にはすごく合ってるっていうところがあります、まあ、ロードレースにもしくはそのね、スポーツバイクをファンライドで楽しむという時にはこういう特性がこういうホイールの方が特性的に優しいっていうところですね極端に厳しいのとかになってくるとこっちですね真逆なんですけど板、まあ、ディスクホイールって呼ばれるものなんですけどたわみがねほぼほぼありません、まあ、縦方向ももう板なんでもたわまないですし横にもたわみづらい抵抗になるものがほぼほぼスポークがないのでほんとねタイムトライアルとかではすごいいい見方なんですけども足への跳ね返りなんかはとても強いので結構、ね、乗ると分かるんですけどもう硬いですとにかく伝達効率がいいだけ足に結構くるのでなかなかね鍛えてないとこれを自由にね使えないっていうあと風にもあわれやすいですしね横風がすごいこうもろに来るのでまっすぐ自転車を走らせることもちょっと難しくなっちゃう、まあ、上級者向けかな、まあ、全部一つになってますこれで売り物になっているものが缶組ホイールで手組っていうのが一つ一つのさっき言ったリムはこれがいいですよでハブはこれにしようじゃあスポークはどれ使おうかなじゃあ細いのにしようかな太いのにしようかなオーダーしながら組めるのが手組ホイールこんな感じでねリムで売ってるんですよ自分好みに作れるっていうのが、まあ、手組ホイールの良さですね結局メーカーが何と何と何を組み合わせて1個のものにして性能をどういう性能を出すかっていうのを考えて作ってるので缶組のレベルがすごく高い、うん、無理に手組に、こだわる必要ないというところではあるただ手組の方が好きなハブだったりとかスポークの色を変えたりとか、いろいろと自由遊べる自由度がやっぱりどうしても高い手組の良さもね、残ってるんですよね。あとはまあ言ったら自転車にね、その自転車買った店に持ってってもらえれば、これのホイールちょっといいやつにしたいけどっていう話をねしてもらえれば、まあ店の方でもチョイスしてくれると思いますし、ホイール変えるとこれもねタイヤの時も同じこと言いましたけど、めちゃめちゃ変わります。全然違うもの、ね。走りを変えるために必要な重要なパーツなのでここはキャラクターをここら辺が決めてるところがそう、ね、そのバイクの、うん、OK はい OK です OK です、はい、ありがとうございましたありがとうございました高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします